はい、わたつ。よよ、あのさ、今さ、表参道にいるんだけどさ、代々木って歩い、緊張してるよ、田舎者だから。すごいよ、大都会だよ。ちょっとコメント面白かったわ、今。表参道だからって。いやー、バッグ買いました。うん、バッグ買いましたよ。あのさ、代々木まで歩いていけるかな、うん、今、青山だよ。青山だ、表参道にいるんだけど、オーツサンド、うん、こんな感じですね。行ける？どこら辺行けばいいの？今青山通りと表参道の通りにいるんだけど、代々木まで歩いて行こうかなとか思って、外配信やろうかなとか思ってんだけど、誰か詳しい人いる？どっちの方行ったら代々木まで歩けるか、何分ぐらい歩けるんだろう。はい、ワドツーいらっしゃい。こんな感じですね今。いや、すげえおしゃれな店だったよ。ツイッター見た？みずほ銀行、そうだね、みずほ銀行あるね。あそこにみずほ銀行ある。これってどっちの方行ったら代々木に行くの？ちょっとみんなで歩こうよ。散歩配信やろうよ。ただね、バッテリーが一枠しか持たないから、ちょっと早めに歩きたいんだよね。どの辺歩けばいいか教えてもらいたいんだよね。代々木に向かうには。誰か、代々木に向かう方向を、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。27名さんいらっしゃい、ワドツです。今おもつ参道で買い物してました。代々木に向かおうと思ってるんですけれども、場所が分からず困ってます。誰か案内してください。誰か分かる人いる？成田の田舎者はもう新宿、おもつ参道おっかねえわ、本当に。どうすりゃいいんだろう。あれ、コメント止まった？見えてる？見えてる？映像来てますか？あれ、映像止まった？渋谷の先？じゃあ、まっすぐ行けばいいのかな？渋谷方面に向かえばいいの？じゃあ、渋谷向かうわ。じゃあ、ありがとう、教えてくれて。渋谷行こう。渋谷は多分、ここ、青山通りをまっすぐだよね。ノンタン知ってない？ノンタン知ってないっていうか、ノンタン来てんのかどうかわかんない、今。パソコン配信じゃないから、コメビューがないんだよ。新しいさ、ニコ生のアプリで配信やってるから、コメビュー見れてないっすね。表参道だからって緊張するなっては面白かったな、ちょっとは。パソコンのバッテリーない。代々木ってそっち方面じゃなくね？渋谷？渋谷の方行ったらいいの？なんか、ちょっと違う気がするんだけど。歩いて帰れんのかな？結構時間かかりそうじゃね？代々木まで行って、代々木から電車に乗って帰ろうと思ったんだよね。スマホの画面割れてんの痛えな。タクシー？タクシー乗らないよ。面白くねえじゃん配信で。タクシー乗ってる絵なんか見たくねえだろ。歩くのが見たいでしょ、歩くのが。別に帰ろうと思ったら帰れるんだよ。歩きながら楽しく配信しながら、夏の、帰るルートを探してた。2.7 キロだったら余裕だね。2.7 キロから余裕。ありがとう、教えてくれて。渋谷方面に今向かって歩いてます。方向合ってんのかな？2.7 キロって結構あるな。でもな、旅配信やってた頃それくらい余裕で歩いてたからな。タクシーでもバスでも電車でも何でも帰れるよ。配信を楽しみながらみんなと、なんかこう東京おもつ参道とか来ることないじゃん、あんまり。バスさん今日はおしゃれなとこ、おしゃれなとこ合ってる？似合ってねえよ、浮いてるよ。
超オシャレだよ、みんな。表参道恥ずかしいよ、俺。成田の田舎もんだから。どうもどうも、皆さんいらっしゃい。ワドツでございます。楽しんでいってください。音は拾えてんの？これ。声は大丈夫？おしゃれすぎるだろう。あえてわからないけど、東京の土地勘全然わからないけど、あえて勘で帰るっていうのもありだよね。西はどっちだっていやー、綺麗だね東京。なんか新宿住んで3年4年ぐらい経つけどさ、結構なんつうの、東京って感じがするよ。こういうとこ来ると、こういうとこ来るとね、なんかそんな感じがする。明治神宮の方で原宿方面、原宿方面に行かないといけなかったの？案内してほしいな。ちょっと待って、今カメラ切り替えるわ。じゃあ、ありがとう。じゃあ原宿の方に向かえばいいんだ。あー、俺今多分渋谷の方向かってんだよね。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。ってことは逆じゃね？逆じゃない？だってあれ光絵じゃないの？あれどうなんだろう。今青山通りだね。代々木公園。じゃあ青山通りを渋谷に向かっちゃったんだけど、間違いってこと？これ今南青山三丁目だから、戻った方がいいってこと？戻った方がいい。さっきの交差点を原宿方面に行くんだったら、竹下口を通り左へカーブ、明治神ってことは逆ってこと？戻った方がいいってこと？原宿に行くんだったらこっちじゃないでしょ。戻るよ。じゃあ戻ります。美人に聞け。いや美人しかいねえから。じゃあ戻るよ。マジか、失敗したな。でも東京って狭いからね、歩いて帰れると思うんだよね俺は。歩きます。じゃあ原宿方面に向かいますよ。世界の車窓からいらっしゃい。世界の和道からです。さっき食いたいな。
じゃあ青山の方に向かう感じなのかな。原宿は左だね、やっぱ暑さは。原宿向かいます。携帯配信なんだけど画質ってどうなの。パソコンでやってた方が画質いいのかな。どう画質は、みんな画質いい感じ。悪くはないんだ。まあ普通って感じか。でも今 iPhone のカメラとかすげえ高画質だもんね。下手なパソコンより、パソコンのウェブカメより全然画質いいもんね。手ぶれか。あとはちょっともや入ってるのは多分ね、レンズだね。このレンズのせいだから、拭くわ。レンズ拭けば多少良くなるかな。ちょっと待って、今拭くわ。原宿ケバブ行け、ケバブ屋の店長ツイキャスでしたぞ。 いいよ、行ってみる行ってみる。ケバブなんてよれた店行かねえよ。かっけえ。今レンズ拭いたけど治ったかな。こんばんは、セントラルスマスです。ありがとうございます。よれた店行かねえよってなんかかっこいいよね。江戸っ子だよね。俺もそんなセリフかっこよく言えるようになりてえわ。よし、原宿向かおう。あ、俺ケバブ嫌いじゃないけどね。いや、ティッシュもらうでしょ。俺オナニーいっぱい吸ったら。速報、野田訴えられる。え、何やったの？なんで訴えられたの、野田。なんかやったの？ね、気になるね。なんかエミさんは整形するしね。なんなんだろうね。竹下通りの黒人にラリアットして、ただの犯罪だわそれ、うん、配信とか関係なく犯罪だわ。今届いたばっかで話してない。あ、じゃあ後で速報お待ちしてます。歌舞伎町行かねえよ。むしろ新宿からこっち来たんだわ。新宿配信ばっかりやってるから。なんでお前ら歌舞伎町とか2丁目とか大好きなの。別に何にもないから。何にもないよ。あ、アップルだ、かっこいいな。やっぱアップルかっけえな。歌舞伎町できんとかないから。ツイキャス主の写真撮ってケバブ買うとくれる。へー、あ、そうなんだ。行ってみる行ってみる。ケバブ屋行ってみる。表参道はほんとかっこいいよね。洗練されてるよね。マジわかるわ。表参道大好きだもん。アップルショップが輝いてますね。リンゴのマークが輝いてる。リンゴマークが。今映ってる、右に映ってる光ってるのがアップルだ。アップル。ここはビトンだっけ？あ、ここあれだ、バーバリーだ。一回来たことある。確かここバーバリーだったと思う。川端と丸いサングラス歩か恥ずかしくて歩けねえよそんなの。よし、さすがにそれくらい俺でもわかるわ、この辺。阿部寛、あのね、ゴールドジムがこの先にあるんだけど、芸能人結構いっぱいいるよこの先のゴールドジムは。お前もいんのかよ。お前もいんの。すげえな、お前青山とかで飯食ってんの。クソかっけえな。芸能人配信中にだから AV 女優のみひろ映ったでしょ。あと配信中に椎名桔平映ったでしょ。あと東京来てから見かけたのはコロッケでしょ。なんだっけ、武勇伝武勇伝のあっくんでしょ。あと、あの家の近所が撮影場所によくなってて、食べなんとかっていう女の子が、女優さんが撮影やってたし、なんか映画の撮影よくやってるよ。っていうか芸能人なんて本当1ヶ月に1回見るよ。会社の出勤途中に5回ぐらい、あの、昨日もなんか吉本芸人さん見たし、東京は普通に、あれだよ、こうやって歩いてるだけで普通にいるよ、芸能人。っていうか、まあ俺も芸能人みたいなもんだからな。和道さんですよねって言われるからな。
ダウンタウンはないな。そうそう、多部未華子すげえ可愛かったよ、小顔で。あ、バーバリーここだわ。バーバリーここ。トンネルズは、いや、大御所系はさすがにいないでしょ。ビートたけしとかは、あのダウンタウンとかトンネルズとかあの辺あたりになってくるともういないよ。朝の光この辺で遊んでそうだよね。わかる、ワトツー、わかるわ。あ、そうそう、シベルススターローもいたよ。 笑ったよ、ロッキーがいると思って。歌舞伎町にロッキーいたかんね。そうだ、思い出したわ。うん、バーバリー俺大好きだよ。バーバリー超可愛いよ、女の子の服。俺バーバリー財布使ってたね。財布よりも服の方が可愛い。高田純次もあったじゃん。そうそうそう、高田純次もあったわ。だから東京は別に1ヶ月に1回ぐらい住んでれば普通に会うよ。うん、普通に全然出会うよ。うん、高田純次超かっこよかったんだけど、イケメンだったかんね。うん、先生おはようございますって言っちゃったもん。おはようって言ってくれたよ。先生朝さ、出勤するときにさ、カメラクルーがさ、30人ぐらいで先頭バーって撮影してて、誰だろうとか思って、高津淳二だった。先生って言っちゃったよ。あ、佐々木希はないな。うん、佐々木希はない。うん、結構っていうか、まあ東京にね住んでる芸能人多いからね。うん、デートしないのか。いや、なんか連絡 LINE が既読になんないね、のんたん。寝てんじゃないかな。ワノンズの近所で撮影。あ、あのね、近所撮影全然するよ。なんかノスタルジックなんだよ、俺の家の周り。古いね、なんか、なんつうんだろう。新宿からほら、撮影もロケーションしやすいし、なんかね、変な空間なんだよ、あそこ。商店街があって。和道、和道、和道。いらっしゃい。整体の仕事、赤坂でしてるとき。広末涼子来店した。すげえな。マジか。誰が揉むかで争うんだろうな。俺俺っつって。いいな。広末揉むとか最高だよね。俺も揉みてえわ。広末揉みたいっしょ。タバコ吸います。あれどうやってやんだこれ。ちょっとラフに話しかけようぜ。誰に、うん、ウーマン村本とか出して。誰それ、ウーマン。右極から訴えられたんだ。名誉毀損なんだろうね。クソ寒いじゃん。ていうかツイッター見た、バックのお店超オシャレだったんだけど、俺が思ってた500倍ぐらいオシャレだったわ。見た？タバコはね、アメリカンスピリット吸ってる。アメスピのメンソールライト吸ってるね。なんでヘッドホンしてるんですか？パニック障害だから。建物が大きいよね。すごいでかかったヘルツ。ツイッター見たらね、俺今日買ったバック全部載ってるよ、お店。バックはまだ物はできてないけど、オーダーメイドした。いや、アメスピの方が持ちいいよ。うん、若葉とか吸うより。香川のエロイプって何？見た？すげえいいでしょ。3ウェイタイプにしてもらった。2ウェイタイプのビジネスバッグだったんだけど、3ウェイタイプに切り替えてもらった。特注でね。ロゴも消してくれるって。ロゴも消して全部やってくれるって。カスタムオーダーは2ウェイタイプって言って、ショルダータイプだったんだけど、リュックサックみたいにできるようでした。一人で喋ってんの恥ずかしいよ。うん、パニック障害、人混みダメだね。ウェディングドレスの店みたいな見た目だよな。みたいな見た目。あのね、店の外観はそうだね。うん、周り人いっぱいいるよ。こんな感じ。うん、だ、通りでタバコ吸ってんの。向こうの方がでも人通りは多いかな。向こうのブランドショップの方が人通りは多い。説法しねえよ。ここに住んでるやつは悩みとかないから。みんなリア充だから。表参道プラプラしてるやつは勝ち組だよ、お前。逆に説法される側だわ俺ら。
やべえな、 26% しかねえわ電池。タバコ吸ってる場合じゃないね。なんていうブランド？ヘルツ、ヘルツ。ツイッターに書いてあるよ。ツイッターに書いてある。すげえオシャレだよ。だってさ、通りのこの街灯がオシャレじゃない？ハイブランドばっかりだよ。すげえオシャレだ。あれ？あれが表参道ヒルズだっけ？アムバックスっていう音楽学校行きたかった。オーダーメイドでね、6万ぐらいだったね。カスタムオーダーだよ。でもフルオーダーメイドじゃない、俺が作ったのは。カスタムオーダー。そうかい、20年とか30年とか使えるバッグだもん。一生もの、完全に。6年前から欲しかったもん。まさか配信で手に入るとは思わなかったよね。じゃあ行きましょう。行きます。お店に入らないよ、帰るんだよ。もう俺はもうあーかっこいいな、マジかっけー、すげえ。うわ、こんな靴履いてみてえな。チャッカブーツいいね。アバートだったんだ。ここディオールだ。次ディオールです。表参道は渋谷区かな、この辺は。で、竹下通りを右に行くんだよね。合ってる？竹下通り右に行くで合ってるかな？カバンみ、そうそうそう、学生カバンみたいなやつ。そうそうそう。かっこよくない？ダメ？センスないかな？キティランドもあんだ。お前も名誉さんと裁判されろ。あと配信じゃないけど、ローラと、あとローラはね、よくね、あの恵比寿にいるわ。恵比寿とかね、麻布十番でローラ見る。一人でアイス食ってた。竹下口を出て通るよ、左。ローラは全然2回ぐらいあるよ。恵比寿とかね、麻布十番で普通に一人で飯食ってるよ、ローラ。アイス食ってた。あー、シャツでジーパンあんまいないね。みんなおしゃれだよ。みんなファッションセンスやばいよ。 But I really like the mix. でもね、本当の金持ちはこういうところででっかい犬連れて散歩してる。でっかい犬連れて散歩してるね。あとね、レイセフォー見たよ、ここで。青山でレイセフォー見た。青山じゃねえや、表参道だから、この辺でレイセフォー見た。入商売の女は小型犬。そう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 、レイセフォーめちゃめちゃオーラあったよ。超でかかった。で、獣臭がした。まあ、獣臭ってかっこよく言ったけど、ただの脇がなんだけど、すげえ臭かった。あれ、ハンマー裕次郎、あれ本当だったら言ってた、獣臭。こっちが裏腹か、よく行ったわこの辺。左フック、ブーメランフック食らったら絶対死ねえ。あんな本当に化け物みたいに腕太かったもん。全然でけえ、超かっこよかったもん。あれは勝てねえよ。いや、よく行ったよ、2回ぐらい。2回ぐらい行ったよ俺、裏腹。よく行ったよ、表参道。懐かしいな。あれ、竹下通りってそっちだっけ？え、竹下ってここだっけ？よく行ったんじゃねえのかよっていう。あれ、竹下ってここだっけ？竹下通りどこだろう。竹下ってここ？違う？あれ、竹下ここじゃないっけ？違うか。やべえな、恥ずかしいな。
すっげえ見られたわ、すっげえ笑われたわ、なんかあいつはずいなみたいな感じで、あいつ痛いなみたいなあいつあの路地竹下とか行ってるよみたいな、寒いなみたいな顔されたわ。周りに聞け、20代の頃毎週行ってた。明治通り、明治通り右、ここ右、明治通り右で合ってる、誰か教えて。エロい人いませんか、エロい人。明治通りどうすればいいの。そこ左、左、嘘でしょ、あれコンドームショップじゃん、コンドームマニアじゃん。ここ左で合ってる、渡って右どっちだよ。え、どっちだ。え、ここ右か左どっちかだよ。明治通りを左、明治通り、うん、明治通りを左、首都高高架を左折、よし行こう、こう左行きます、明治通り左行きます。コンドームの方だよね、コンドームの方だよね。聞けよお姉さんに、とりあえず左行くわ。原宿駅の、いやそれはわかる、原宿だから竹下通り向こうでしょ、竹下通りが多分向こうなんだよ、だこっちで合ってるんだよ多分。え、合ってるか、全然わかんねえわ。右、じゃあ右行くぞ。だよ、右なのか左なのかはっきりしてくれよ。あれなんだっけ、あのなんだっけ、いや誰だっけ、アン・リサだっけ、なんとかリサ、あれなんだっけ、あれなんだっけ、あの人カメラマンと一緒にいる、なんだっけ、なんとかリサ、なんだっけ、あ名前出てこねえ、なんとかリサ、いやいやダメでしょ、撮影してた、ダメダメ、なんだっけ、なんとかリサ、なんだっけな、平子じゃない、あの結婚して子供いる、なんだっけな、え、ダメダメダメ、すげえ警戒してたスタッフが、なんだっけ出てこねえ、小野リサじゃない、子供いて女優なんか結構ドラマでさ、中井リサ、中井リサ、中井リサいて今、中井リサだ、それそれ、スタッフが警戒してたもん、うん、中井リサだ、え、中井リサ有名じゃない結構、え、絶対こっちじゃないでしょ、え、絶対違うんだけど、渋谷っぽくないこっち、え、合ってる、中井リサだ、そうだ、中井リサがいたよ今、え、合ってる、違くねえか、なんか渋谷っぽくなってきたぞ、渋谷っぽくなってきたけど、え、どうすればいいの、中井梨沙いた、うん、え、どっち行けばいい、どうしよう、え、俺絶対向こうだと思うから絶対向こうだわ、向こう行くわ、うん、やっぱあ、なんだ書いてあるじゃん、なんて書いてあんだ、青看板あったわ、うん、